こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、番外編の中でもカジノ利権に対する IR のカジノ投資というものをね、紹介して3ヶ月になりますけども、最近になって無料版というのが出てきました。ラックトリプル8に接続して無料でね、自動ベットして稼いでいくっていう自動版がありますよね。で、私がやってるのは有料版で、まあ結構ね、ちょっと高いと言いますか、そこそこ金額するんですけども、まあ稼働して3ヶ月、ようやくね、利益が取り出せるようになりました。ああ、やっててよかったなと思う瞬間でございます。これから、もっともっとね、余剰資金の投入額を増やしていって、理想的な月に70万、80万ぐらいの自動収益を構築していこうかなと思うわけなんですよね。まあそれでね、無料版の方について今回はちょっとお話したいんですけども、有料版を買い損ねたから、もしくはちょっと資金的に厳しくってっていう方が、最近出てきた無料版に、まあ、活路を見出すっていう例はあると思うんですよ。で、無料版と有料版の差っていうのはまずね、大きくあるんですけども、それは何かっていうと、サポートがないってことなんですよ、ね、無料版のことについて私にご質問いただくんですけども、私無料版やってないんで有料版をやってるんですよ。で、有料版もサポートができないでもないんですけども、基本的には受け付けてないんですよね。というのが、私もまだやっとですね、売上というか利益が取り出せたところなんで、操作法が分かるぐらいなんですよ。で、そこに来てですね、無料版っていう私がやったこともないことに対して質問いただいても何にも答えられないんですよね。で、誰が無料版のサポートができるのかっていうことなんですけども、無料でサポートをしてくれる人がいればいいんですけども、基本的になかなか難しいと思うんですよね。で、有料版っていうのはお金を払って買ってますんで、やっぱりね、いろんな返金か、クーリングオフとか返金とか、それからメンテナンスに対する、ね、要求とか出していけるんですよ。で、対応してくれるメールもありますし、電話もありますし、 LINE もあるわけですよね。だからこれ有料版ですから、有料版ってことはお金で人を雇ってるわけなんですよ。でも無料版ってお金出してませんから、じゃあそこに来てですね、この無料版を使ってる人のサポートをやってくれって言ってもね、それは誰もやんないと思うんですよ。なかなかやんないと思います。もしやる人がいるとすれば、無料版をやってる人の中でそこそこ分かるようになってきたから、自分の人生の時間を割いて人に尽くしたいなっていうね、おせっかいな人、もしくは気のいい人ですね。そういう方がいればいいんですけども、まあ無料版で稼げるようになったら、だいたいオートベッドで稼ぎたいわけじゃないですか。じゃあね、そのせっかく自由になった時間を誰かのために無料で差し出すって方は、こんな既得な人はあんまりないと思うんですよね。まあですので、無料版をやるのはそれなりに面倒くさいし、それなりにリスクがあるっていうことをね、ちょっとこう考えた方がいいかなと思うんですよね。まとめますね。無料はサポートがありません。やり方が分かんなくても分かんないままです。自分で攻略するしかありません。有料版は答えてくれる人がいるんですよ。しかもこの有料版と無料版、今回は全然別のところから出てるんで、裏でつながってるとかなんとか関係ないですからね。そういう意味を込めていくと、無料版はそれなりに自分に無料版を使うスキルがある、もしくはそこに投入する時間とかエネルギーがある方はいいと思うんですけども、そういうのがない方はやっぱりね、もう今もう手に入らないんですけども、有料版で、固くいくっていうかね、お金を払った方がやっぱりね、硬いっていう部分がありますんで、私はそういうふうに見てるんですよね。で、今回のカジノ利権ですけど、無料版は出てきたんですけども、私が思うに、これはダメだとは言いませんよ、無料版の使う方法、ノウハウをいろいろとね、手探りで構築するまでは損することもあると思いますし、思わぬ事件に巻き込まれることもあると思うんですよ。それを乗り越えて、プラスがね、出せるようになったら、初めてご自身で誰かをサポートしてあげるってことにもなりますし、サポートには一応ね、なんかこのグループにいくらで入ってみたいな感じで課金をすることもできるってことになりますんで、ぜひこの無料版にトライされた方は、試行錯誤した上でですね、もういろいろと分かってきたら、有料でもいいし無料でもいいんで、サポートチームっていうのを作ってね、で、お困りの方を助けてあげればいいんじゃないかなと思います。で、今回の話は無料版と有料版の違いをちょっとお届けしたんですけども、やっぱりね、無料版はそれなりにめんどくさいところがあります。有料版はめんどくさくない代わりに、めんどくさいことをしてお金を稼いでこないと有料版に入れないんで、どっちも割とめんどくさい時期ってのはあるってことなんですよ。最初から最後まで何もせずに資金の問題解決ってことはないですからね。もう散々今まで分かってきたと思いますし、私が改めて言うことではなかったと思いますけども、やっぱ人は忘れちゃうんでね、今度こそ大丈夫って思った時がもうすでに罠なんですよ。そうではないんですよ。今回もまた一からコツコツとやらないといけないってことを、どんなことをね、やる時でも胸に秘めておいていただきたいかなと思います。それでは以上です。